外資から日本企業防衛を提言へ自民党。本日、自民党の企業等への資本性資金の供給プロジェクトチームが COVID-19 の感染拡大の影響で資金繰りに窮している日本企業を支援するため、経済安全保障の観点から我が国にとって欠かせない技術等を有する企業を防衛するための資本性支援も 考慮すべきであるとと政府への提言案にに明明記したことが明らかになりました、また大企業や中小企業を対象に、資本性資金を少なくとも10兆円を超える規模の資金枠を追加し、確保することが必要だと主張しておりますが、こちら産経新聞の報道でございますけれども、こういった 中国などによる企業買収が現在世界中で警戒されておりすでに欧米においては対策が講じられておりますけども当然日本においてもこのような脅威がございますので政府には与党には可能な限りの対策を実施していただき先日倒産した レナウンのような事態が繰り返されないように、今後もありとあらゆる手段で日本企業を支援し防衛していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。